お待たせしております。こちらの声聞こえておりますでしょうか？大丈夫ですかね？ここからは、司会進行変わりまして、私、岸崎が受けたまわります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、お次のタイトルでございますが、スーパーマリオ 3D ワールド、フューリーワールド、エニーパーセント、ノーアミーボですね。こちら、解説の方いらっしゃっております。解説、テレミさんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このゲームの、まずご説明などいただければと思います。はい、本日解説を務めさせていただきます、テレミです。すいません、最初にお断りさせていただきますと、ボイスチェンジャーを使用しております。苦手な方がいたら申し訳ありません。それでは、今回のゲームとカテゴリーについて簡単に説明させていただきます。今回のスーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドですが、3D ワールド自体はもともと Wii U のソフトとして2013年に発売したソフトなのですが、今回はそれをスイッチに移植し、おまけとしてフューリーワールドという追加コンテンツを追加したソフトになります。ただ、おまけというのはもったいないほどの出来でして、マリオ64や、サンシャインなど箱庭感あふれる作品となっていて、非常に RTA 向きのゲームとなっています。何をするゲームかと言いますと、原因不明でクッパが暴走してしまいます。今回はそのクッパをなんとクッパジュニアと協力して冒険を進めていくというストーリーとなっています。マリオサンシャインの最後に、またマリオと戦いたいと言ってたのをご存知の方はいらっしゃいますでしょうか？今回それが19年越しに実現した感じですね。まあ超党という形ではありますが、カテゴリーに関しての説明です。今回はエニーパーセントということで、フューリーワールドだけですね。フューリーワールドのエニーパーセント、ゲームを開始してからエンディングを見るまでのカテゴリーになります。ゲーム内で猫社員というものを集めるのですが、100個あるうちの50個を集めたら終了となります。ちょっとすいません、補足になりますが、100個を集める 100% というカテゴリーや、アミーボを使用するアミーボパーセントなどのカテゴリーもあります。ちなみに申し遅れました、私は 100% アミーボカテゴリーの、現在世界2位のテレミでございます。あとは、ゲーム内でテクニックを一つ紹介したいと思います。ネオケツワープというのがありまして、マリオが氷の上でしゃがみを連打することによってこう速度を貯めることができて、それとプロペラを合わせることによってとんでもない飛距離を移動するといったテクニックがあります。こちら見どころなのでぜひ楽しんでいただけたらなと思います。他にもマリオならではのテクニックが満載の RTA となっていますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。たらまだ転換までには時間が少しあるかな。ではちょっとじゃあ、つなぎも兼ねて改めて、では私の方からこの SGDQ というイベントについてまた重ねてはございますが、簡単なご説明を。現在ジャパニーズリストリームでは、海外オンライン RTA イベントのサマーゲームスタークイック2021の様子を公認で日本語ミラー配信しております。サマーゲームスタンクイック2021とは、ゲームスタンクイックのチャンネルで行われるオンラインチャリティーイベントです。ゲームのやり込み要素の一つであるリアルタイムアタック、通称 RTA をご視聴いただきまして、寄付を募っております。今回集まりました寄付額、寄付金は、国境なき医師団に寄付されます。国境なき医師団は、独立、中立、公平な立場で、医療、人道、援助活動を行う、民間非営利の国際団体です。寄付と関連しまして、特定のゲームには、高難易度への変更やエンディングの選択などが予定されておりまして、各項目ごとに設定された目標寄付金額を達成さんに行われます。先ほどの第5とかですね。また、寄付金額を表に満たしたビットウォーによって、キャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。また、SGDQ2021 への寄付は、公式サイトから直接行うか、GDQ の Twitch チャンネルから、ビッグサブスクなどで、することができますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとはですね、その他、イエティやファンゲーマーズといったところでですね、SGDQ の公式グッズ販売しておりまして、こちらを購入いただくことでも、間接的に寄付が可能でございます。こちらも合わせて、もしよろしければ、覗いていただいて、もしね、魅力的な商品とあれば、確認いただければと思います。
に切り替わったと思ったら、あ、インタビューのお時間ですね。もうちょっとじゃあお時間かかりそうですかね。はい。ちなみに、はい、そうですね、まあ。あ、ごめんなさい。あ、どうぞ。何か追加でこう、お話ししておきたい。あ、どうも、GG ありがとうございます。などが、お話ししておきたいことがあれば。ありますかね、こう。そうですね。ゲームの魅力だとかで、まあ、フューリーワールド、はい、今年、2021年の2月発売だったんですけども、まだ発売したてというか、そう、開拓中でして、結構コロコロそのルートが変わるんですよ。で、その、まあ、大きな島に散らばっている、100個の猫社員を集めていくというものなんですけど、ほとんど順番が関係なくてですね、まあ、どれから取ってもいいということは、あまり、チャート組むのがめちゃめちゃ大変ということで知られている RT かなと思います。なるほど。なので結構すごい覚え直しを 3,4 回した覚えがありますね。1から全部ちゃんと組み直しみたいな、すごい大変でしたね。はいはい。オープンワールドゲーの RTA 黎明期にありがちなちゃんとコロコロ変わるんですね。そうなんですよ。なんか2週間ごとぐらいにもう世界記録がコロコロ変わってですね、まあそれはそれでもうめちゃめちゃ熱くて面白かったですね。まあ今も更新合戦はね行われているんですけども、すごい今激アツの RT なので、ぜひ皆様興味があればということで。はい。ちなみに奏者さんは例えば順位とかって今何位ぐらいだったりするんですか？はい、ですね、アミエニーパーセント、アミーボを使わない方ですね。まあ、アミーボを使わない方がちょっと、時間かかるんですけども、そちらがですね、200人ぐらい奏者がいまして、そのうちのまあ30位ぐらいですかね。はい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 。アミーボなしに関しては、まあそんなに早くはないんですけども、アミーボありの方が私実はメインでやっておりまして、その違いについてもちょっと説明してもよろしいでしょうか。はい、はい。今作はフューリークッパという、まあちょっと怒り狂ったクッパという巨大なクッパがね現れるんですけども、そちらをクッパのアミーボを使うことによってこういつでも呼び出せるんですね。マリオ、なんて言うんでしょう。まあ、クッパが、定期的に現れるゲームなんですね。まあ、5分ごととかに、クッパがやってきて、こう、ステージを難しくするっていうんですかね。ちょっとなんか、怒りのモードと通常モードとこう切り替わっていく感じの、ゲームとなっていまして、まあ、その切り替えを自由に行えるというのがアミーボの効果ですね。はい。で、そしてですね、まあ、アミーボを使うことによって、何ができるかというと、まあ、クッパの吐いた炎で壊せるブロックというのがあるんですよ。逆に言うと、その、クッパの炎でしか壊せないので、それがいくつもあるんですね。そう。ブロックに隠されてる社員というのが、まあ、10くらいありまして、まあ、クッパを、じゃあ、5分待っても来ないなら呼び出しちゃえばいいじゃないかということで、もう、はちゃめちゃに呼び出します。通称、過労死 RTA と呼ばれているカテゴリーの方ですね。なるほど。まあ今回はその過労死しない適度な定時出勤の、はい、カテゴリーとなっておりますが、はい。これね、クッパにもね、まあ、興味があればぜひぜひ。はい。そうですね。いや、でも、クッパジュニアの方が、過労死してしまうかもしれないですね、今回は。あら。クッパジュニア、ですね、ジャイロ操作ってあるじゃないですか、コントローラーをこう。はいはい、こう何でしょう、腕がクリッとするとこう、はい、ジャイロ操作があるんですけど、こちらを使ってですねポインターを動かしてクッパジュニアを、好きな場所に移動できるんですね。例えばそのコイン取ってこいとかアイテム取ってこいっていうのがすごいできるゲームになってまして、それがあるとどうなるかというとですね、 RTA においてはもう
めちゃめちゃ使います。もう使い倒します。クッパジュニア、そう、パシリですね。もうでもクッパジュニア、クッパを親子ともどもをマリオにこき使われると。なるほど。クッパが働かない分は若い世代に。なるほど、そうですね。今回はクッパは定時出勤なので、いや今回の難しいところがですね、その定時っていうのが重要で、周期芸なんですね。周期芸って伝わるかな、なんか、まあ、5分以内にやることがめちゃめちゃあって、それを逃してしまうと、次5分待たなきゃいけないんですよ。つまり、5分間で、例えば10社員だったら10社員を集めなきゃいけないっていう制限時間がちょっとあるんですね。逃してしまうと5分ガファというのが非常に怖い。今回 RT となっているかなという感じですかね。無駄な動きは許されないんですね、はい、なるほど。そうですね、結構でもこう猫マリオがメインで進行していくゲームなんですが、めちゃめちゃスタイリッシュなので、ぜひお楽しみにしていただければと思います、はい。今日のインタビューを受けていらっしゃいましたこのゲームの奏者パーさんですかね、はい、このエニーパーセントノーアミーボの世界5位、ね、ということで、うん、かなりハイレベルな走りを期待できるのではないでしょうか、はい楽しみですね。そうですね、日本は1位の方よりも早いですね。おー強い。 And then we have an anonymous $250 donation here. SGDQ は本当に世界中からRTA の応募が集まるので、特にこう世界でも上位の方が RTA をね走られることがすごく多いので、今回も世界上位のトッププレイヤーのレベルのプレイを皆様も期待していただければと思います。はい、本当にまあいい意味で RTA っぽい動きを多分多数すると思うので、すごい楽しみにしていただければ。楽しみですね。そうですね、マリオはどれもハイレベルですよね。そう、走者が200名以上いる中で5位はめちゃめちゃすごいんですよね。そうですよね、マリオって人気アイドルだから走者さんすごく多いですもんね。このカテゴリーの SRC だと252名あれすごっ、こんなにいるんだ。あーむっと伸びてますねすごい。Birdo running Demon Souls with Ashwin on commentary。Yes, please. Well, thank you very much, Dissatisfied, for that $111 donation。あ、今、寄付額の話をしていらっしゃいますかね。寄付額、今164万ドル、ね、集まっています。多分ね、毎年毎年、はい、毎年最終日にですね、特に本当最後の方に一気に伸びるので、期待です。画面切り替わりました。お、来た来た来た。I speed run a lot of Mario games, and today I'm going to be speed running.はい、こちらはですね、まあ、新規のゲームを作成した瞬間にタイマースタートですね。データを消して、暗転した瞬間になります。うん、楽しみだな。前説ですかね。楽しみだな。あ、そっか、最初忙しいからちょっとだけ解説をしますとですね、ベクトリングという技を最初にします。マリオの、進行方向とこう斜めにジャンプすることによって、なんて言うんでしょう、まあ、通常よりも、走る速度を貯めることができて、加速度的にマリオの速度が上がっていくという、最初から飛ばす感じになりますね。結構面白い動きをするので見てみてください、はい。やっぱり大体 3D 系の斜面は基本的に割るとイメージがある。All right, so time is going to start here on the fourth fade to black after I erase the file here.
So it'll be coming up and... あ、始まりますね。これを消した瞬間にタイマースタートです。お、はい、ブラックでーす。I'm going to be jumping a lot through the air at little angles. さあ、いきなり、ベクトリング使用してますね。こちら斜めにマリオピョンピョンと、ピョンピョン速い、うんまこれ、斜めに、うまい、本番一発目で、いや安定してますね。はい、こちら猫サインですね。こちらを今回は50枚集めていくカテゴリーとなっております。はいや、早っ。ムービーをスキップできるのでどんどんスキップしていきます。さあ、ここでクッパジュニアに出会います。クッパジュニアは、何もしないか、そこそこ助ける、すごく助けるの3択を選ぶことができますが、今回は何もしないんですけど、何もしないんですが、いっぱい働かせます。もう勝手な動きはさせないということですね。はいはいはい。さあ、猫マリオ、猫メルを2つ取って、早速、猫チップをこうジュニアに取らせてますね、ジャイロで。今、プルプルっと出てるのがジャイロポインターですね。これを、ちょっと、この網の裏のチップを1枚取ってるんですね、ついでに。それはちょっと難しい、シビアな判定になっております。さあ、でも、早速もう5枚集まりますね。チップを5枚集めて、スティンが。はい、ここで5枚集めることによってもサインをゲットすることができます。こちらのゲームは、いろんな島に分かれていまして、その島ごとにこうサインチップ、猫チップが5枚ずつある感じになります。さあ、5枚で飛んでいく。でもベクトリングを使用していきます。斜めに飛ぶことによってちょっと速度を上げています。さあ、ドンケツ、猫ドンケツと戦うんですが、これなんと隠しスターがありまして、それを取りつつ、チップも同時に集めていきます。同時並行して、チップを集めながら、あ、スターの時間切れちゃった。本当はスターの時間切れる前に倒せるんです。あ、まあでもそんなにロスじゃないかな。倒しまして、して下にもチップがあるので取りますと、もう一個社員が出てきます。結構サクサクゲーですね。このサクサク感がたまらないですね。さあ、これも取っていきます。ルイージバスは一体、なんだこれバスがついてますね。かわいい自作ですかね。さあ、ベクトリングで、沼地帯を越えていきます。うまいこれは速度をためないと届かない場所なので、あとちょっと失敗してしまった。ここ一部登れない箇所があるので、引っかきジャンプで、そこを無視します。これは、制作者泣かせですね。わざわざ登れないようにしたのに、なんか登れるようになっちゃったという技ですね。さあ、チップを2枚集めていきます。さあ、勢いをつけて島に降りていきます。で、島を、1回経由することで違う島に行くことでスイッチが出現します。このゲームは、シャインを取った後に、他の島へ移ると、次のシャインが出てきます。全部で島ごとに、5つあります。例外もありますが、基本的には5つあります。さあ、今のは、スイッチを押して20秒以内にシャインを取るというものでしたが、まあ難なくクリア。そしてジャンプで遠いところを取っていく。ナイス、うまい。これ結構難しいテクニックなんですが、一発で成功しました。本来は、猫の引っ掛けで、仕掛けを動かすやつなんですが、仕掛けを動かさずに、あ、これ間に合うかな、大丈夫かな。雨が降ってきました。20秒したら、フューリークッパが出現するという合図なのですが、間に合うか、これ、ギリだな。うわ、取れるか、あー、ナイス取れましたね。クッパが来てしまうと、ここで5分ロスが発生してしまうので、危なかったですね。ここでクッパの登場です。さあ、景色が変わりまして、ギガネコ、ギガベルですね。すみません。ギガベルを取ると、ギガネコマリオという姿になります。巨大マリオ VS 巨大クッパというね、この迫力ある映像をお楽しみください。
さあ、早速始まりましたが、クッパに吹っ飛ばされるときに、この灯台にマリオを引っ掛けて、連続で引っ掛けています。本来は、吹っ飛ばされてどっかに行ってしまうんですが、うまく勢いを殺して、ちょっと失敗してしまった。ここの壁に、背中を預けることによって、吹っ飛びを阻止していますね。巨大マックス。これ巨大マックスではありませんが、はいですね。まあ、早い。結構早いペースですね。これなかなか迫力があって楽しいですね。さあ、ここで行ける範囲が広がりました。猫、ギガ、すいません。社員を、猫社員を5枚、15枚、20枚、40枚、50枚ごとに、行ける島が増えていきます。そのためにクッパ戦も挟みますね。今のはファーストクッパという戦いになります。全部で5つあるので。ですね、今、セーブ&ロードを繰り返しまして、また、自動セーブなんですけど、これをロードすることによって、まあ、ちょっと同じムービーが流れて、なんか、ロスしてるような感じはしますが、クッパの出現時間が短縮される。そうですね、理由はよく分かってませんが、クッパーの感覚が速くなるので、必須と言えるテクニックになります。これをすることによって多分2分ぐらいは縮むはずですね。さあ、フューリーシャドウというなんかルイージらしき影が出てきましたが、本来は、引っかいたりして倒すんですが、プレッシー君というね、今回、恐竜の乗り物ですね。に乗って、今回のヨッシーみたいな枠ですね。乗りまして、簡単に倒すことができます。さあ、ここで、壁に激突することで、ちょっと失敗してしまった。壁に激突して大ジャンプをしたかったのですが、ちょっとリカバリルート言ってますね。壁に思い切り激突することで、すごいウルトラジャンプというね、高いジャンプが出せるんですが、まあ、また見れると思います。で、これは鍵を持ってきて、鍵穴に差し込んで、社員をゲットします。さあ、こうしてる間にもクッパの出勤時間というのは迫ってきておりまして、まあ、急いで社員を集めていきます。またね、しばらくしたら雨降ってきて、クッパがということになってしまうので、ここはジュニアに任せて、プロペラブロックを取りながら、こう忙しいですね、この、プロペラ取りながらジュニアに働かせて、自分は鍵を持って、みたいな、そのマルチタスクな RTA となっていますね。あれをしながらこれをするみたいなことがすごい多いゲームとなっていまして、結構大変になりますね。さあ、鍵穴にうまく差し込んだ。こちらの鍵はですね、水溶性となっておりまして、水に落としてしまうとまた元の位置に戻ってしまうので注意が必要です。水溶性プレッシー君のそう、あとさっき助けた子猫ちゃんも水溶性でして、溶けてなっていっちゃいますね。あさあ、また違う島に帰ってきたので次のイベントが始まってますね。カメックを倒すというイベントが始まっていますが、これもスターで、サクッと倒していきます。うまいですね。安定してるな。出現地は一応固定になってるので、まあ、パターンゲーではあります。さあ、ここでプレッシー君の、しゃがむと飛び出すを連続で押すことによって、早い移動をしていますね。本来はこう、ビューンって大ジャンプをするんですけど、大ジャンプと同時に潜っているんですね、これ。お、うまーい。で、流氷の社員を取っていきます。さあ、ここは、スイッチを押すと、囲まれてしまって、全部敵を倒すまで出られない。部屋となってますが、あと、配信がちょっと固まっ、あ、大丈夫かな？はいですね。はい、大丈夫です。大田さんがバスを取りました。はい。あ、なんだなんだなんか、いろいろ変わりますね。
のしませてくれます。これは何でしょうかね。プロペラトルビという場所に来ました。プロペラブロックを頭にかぶることによって、さあさらに高い機動力を身につけました。ここでもまたチップを集めていきます。さあクッパジュニアを踏んで、ちょっと高くジャンプした後にジュニアにチップを取ってもらって、そのマリオが帰ってステージを無視して、すごいですね。ここにいろいろ詰まってますね。はい、でここ分かりづらいんですよね。ここにもチップがありまして、これも取っていきます。あ、ジュニアを踏ませてますね。うまく、うまいな。ジュニアをマリオの真下にあのポインターで移動させることによって、ジュニアを踏み台にすることができるんですね。でそして、ジャンプ回数を1回なんと増やすことができます。 3段ジャンプ4段ジャンプまでできるのかな。すごい、テクニックと便利なテクニックとなっていますね。ただやっぱりマリオの真下に移動させるのは結構難しくてですね。あ、ここでちょっと見れるかな。ネオケツワープというのがちょっと見れるかもしれません。さあ引っ掛けて、おお、シャカ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 、しゃがみ連打をすることによって、おー、隣の島まで一っ飛びということで、おー、来ました。うまいな。こんなドアンってするんだ。はい、ここで、透明島というところですね。本来は結構長いぐるっと一周して上のね穴に入らないと、入れない島で、道も隠されています。あ、これ取れるかな。あ、やめましたね一個。あー、そうだね、ちょっと一個やめましたね。クッパの時間が来てしまったので一個諦めちゃいました。さあセカンドクッパですね。こちらは攻撃方向また変わっていまして、ぐるんと突撃してきますが、お腹は弱点なので引っかきで、おお、すごい、引っかき&ヒップドロップを同時に出すことによって普段より多めにダメージを与えて、あ、もうこれでやられましたね。早い、めっちゃ安定しとる。本当はね、ここ結構初見だったら5分ぐらい苦戦するんですけどね。なんかクッパがどっか行っちゃったりして、すごいですね。最近期間が進んであっという間にクッパ戦が終わってしまいます。さあまたセーブ&ロードを繰り返していまして、出勤時間を早めています。目まぐるしいですね。さあジュニアにチップを集めてもらいながらコロッセオの中に入ってきます。 VS ブンブンですね。ブンブンと戦ってる間も、結構時間があるので、マリオは閉じ込められてしまっているので、ジュニアに取ってもらったりしてますね。おお、マリオは、柵の外に出られないので、クッパジュニアをうまく誘導して取ってます。あれ、上のが取れてなかった。あー、お、でも取れましたね。あ、来ました。ブンブンがアップになっているやられた。ブンブンがアップになって面白いですね。うまーい、ソウル同時ですね。ここでもう2枚うまーい同時に取っていきます。そう、もう効率を最重視しているので、もうマルチタスクの鬼ですね、この RTA は。さあまた違う島に、プロペラ島に帰ってきました。あ、どうすんのかな？あ、ちょっと、ルート、あれ？大丈夫かな？ルート忘れちゃったかな？結構、もうルートが目まぐるしく変わったり、さらに、一回ミスったらこう、リカバリールートとかも構築しないといけないんで、さながらカーナベの再検索をかけないといけない感じになってくるので、ちょっと、戸惑ってしまいましたかね。さあでも感じにとって、レッシーリングですね。これはレッシー君で時間内にアスレチックをクリアしてサインを取っていきます。
ルートを覚えるのそう大変なんですよ。お、うまいですね。まあ、ちゃっかりインをついてくる。見せますね。Mario games, I love speedrunning Mario games because the movement is so fluid and there's just so many options available to you. It's one of those, it's a series that lends itself so well to speedrunning. だからちょっと簡単になるのかな。さあ、順利なに、多くのパックを倒してもらいながら、自分は引っ掛け引っ掛けで一本早い。おお、鮮やか。クリボーをね、ポコポコと鮮やかですね。倒していきます。It's a very difficult thing to do because there's just so much to it. さあ、スライダーに入ってきました。Understanding mechanically how Plessy works, スライダーというステージがありまして、靴の中に入ってこうスライダーを滑っていく感じの楽しいステージになってますね。ただスライダーをただ滑るだけではなく、チップを集めながらスライダーを滑っていきます。これ大変ですね。ちゃんと、ぴょんぴょんと。うまいですね。4枚目も取って5枚目も鮮やかですね。いや、多分本当はもっと難しいルートがあってそっちを見せたかったのかなとは思いますが、まあまあまあ、こちらもね結構スタイリッシュでかっこいいルートとなっていますね。本当はさらにプラスして青コインも一緒に集めたりするんですよ。これはマジ本当に難しくて挫折仕掛けたというのがありますが、先にスイッチで透明島の青コインを取っていきます。さあ、ジュニアに今取らせましたね、ちゃっかり。はい、台の下にも1枚チップがあったのですが、それも取ってもらっていました。透明島、このちょっと目伸ばしちゃってるな。大丈夫かな。一枚伸ばした気がしますか。ちゃんと取っ、ああ、ちょっと焦ってますかね。ああ、危ない。青コインはこう時間経過で消えてしまうので、時間内に取る必要があります。ちょっと忙しいですね。これもちょっとルート変更かな。もう雨が降ってきちゃったんで、ちょっと間に合うかな。ミスってますね。ジュニアを灯台の端に引っ掛けまして、奥にいるウサギを捕まえようとしてますね。諦めちゃった。これはそうですね、もうクッパの時間が来てしまったので、そうですね、まあ後に回す感じになりますかね。これがまた、忙しいんですよね。時間が来てしまいましたということで、サードクッパの時間ですね。こちらもまた攻撃方法が変わっていまして、杭のようなものが落ちてきます。これをぶつけて、倒すことができます。転んだクッパに引っ掛けを入れまして、もう一回投げる、早い、そして引っ掛く、いいですね。早い、これもスムーズですね。なんとクッパが出す柱はですね、確定でクッパを転がすことができるので非常に強いアイテムとなっています。さあ、もう早いですね。5分の3クッパ終わったので、もう半分来たかな。早いですね。クッパの出番があんまりないですね。クッパの出番が多く見たい人はぜひアミーボ、アリボ見てみてください。社員ごとに毎回呼び出すんですよ。1社員ごとに1回呼び出すんでめちゃめちゃ忙しいですね。手元も忙しいんですけど、クッパも忙しい。もう半分ですね。早い。折り返しですね。ブラックすぎる。毎回呼び出す意味についてはですね、一応呼び出してすぐ帰らせることによって微量のダメージを与えることができて、それをちまちま与えていって最終的に過労死させるという感じになっていますね。あ、これは今奥の浮島を見てます。ああ、ぶつかっちゃった。よそ見してたら、まあ、ダメですよ、よそ見運転は。今浮島の周期を確認してましたね。浮いてる島がちょっと見えると思うんですけど、あ、ウサギちゃん捕まえられるかな。ウサギが、ああ、
うまい。イサギ捕まえました。うまいですね。解説がちょっと前後してしまいましたが、浮島の周期がですね、1分周期に多分なっていまして、1分間で、山の周りをぐるぐる回っている浮島にもサインが一つありまして、その周期を伸ばしてしまうと最大1分待ちとなってしまうので、そこは慎重に見ていきたいというところですね。うまく確認しながら。また多分定期的に確認すると思います。ここでまたキュウリシャドウを倒していきます。さあここで一発もう出現した時点で1ダメージ与えられますね重なっているので、そしてそうです、もう順路が大体決まってるので何パターンかしかないので、うまく、コードパターンを制御して3回で倒していきます。さあ、ネオキッズマップ2回目ですね。これも、しゃがみ連打でスピードが、ちょっと足りないかもな。ちょっとやり直しましたね。速度をうまくためないと、奥まで飛べません。お、これはいいスピードが出てますかね。ちょっと怖いかな。ちょっと、心もとないスピードですが、まあ、ジュニアに助けてもらえば、いい感じに飛びますかね。あ、おー、すごい。飛びましたね。ということで、水門の社員を取っていきました。うまいですね。ジュニアをうまく、こう、マリオの足元に呼び出すのも、うまいですね。素晴らしいケツワープ。こちらがね、2021年のケツワープということで。皆さん覚えて帰ってください。ネオケツアップですねはいありがとうございます。 RIG チャンネルにそうですね、私のビデオがありますよ、よかったら見てみてください。はい、はい、こちらはあちょっとミスったかな。ちょっと勢いが足らないと浮島に行かないので、マリオがこっちを向いているのは、クッパジュニアをうまく足元に誘導するためですね。多分成功率が上がるのと、あと浮島の周期もついでに確認できるということで確認してると思いますね。浮島の周期これ大丈夫なんかな。どうでしょうか。さあ、ここは、バネを引っ掛けて、ちょっと遠くに飛んでいきます。これで移動時間をかなり短縮していますね。おー、落ちながら、ここは安全に着地します。で、フィールシャドウがいるんですが、ちくわっか島というところに来ました。ここは、乗るとですね、足場がなくなってしまっていくので、気をつけて進みたいところです。あ、うまい。うまい。シャドウもここもまた結構ルートが決まっているので、ルート通りに倒していきます。さあ、浮きながらジュニアに取ってもらって、うまいですね効率よくチップを回収していきます。協力プレイですね。ちなみにこれは全て一人で操作しています。あ、これはちょっと一回折れちゃったかな。折れちゃって、はい、ここでですね、ステージをちょっとスキップしますね。もともとボスがいるステージなので、本来は最後に来るはずなんですが、プロペラを維持していることによって、なんと来れてしまいます。本来はね、山を登って一周して、あとたどり着くんですが、ここはうまくスキップしました。もう早いですね。もう40枚来そう。あと50枚でいいので、すぐですね。早い。プロペラがない場合でも、プレッシー君の大ジャンプで来れたりしますね。大ジャンプ乗り捨て、引っかきでギリ届いたりしますね。前のルートはそんな感じでした。じゃあ山のチップも、集めていきましょう。本来はこう逆走してることになってるんですけどね。本来とはこうルートを無視して、縦横無尽にもうチップだけ、とりあえずチップだけあればいいんで、
これだけ回収していきます、効率よく。あー、ジュニア君が引っかかっちゃったかな。あー、あいててて、下にもあるので難しいので、ジュニア君に取ってもらいました。あ、浮島行っちゃったかな。浮島、あー、行っちゃった。あーっ、あーっ、周期が浮島、諦めちゃうかな。諦める、またこれカーナビの再検索入りますね、多分。ちょっとここでまたルート構築をし直すと思います。さあ、ここからどうしようということで、ちょっと私もちょっと分かりません。どうリカバリしてくるかな。あれはちょっと取れなくなっちゃったので、違うルート行きますか。あら、ちょっと惜しかったですね。あと10秒ほど早かったら、打てたかもしれませんね。なるほど。終電逃した。終電逃してしまいましたね。浮島くんさ、あれ、クッパの時間が近づいてますね。すごいな、リカバリールートちゃんと考えてる。すごいな。覚える量がとんでもないですね。ちゃんとここミスったらこうしようっていうのがちゃんとあるみたいですね。あ、奥に見えますのがクッパの甲羅ですね。あれが一番上まで上がると、クッパが出現しますので、ちょっと目安にはなると思います。お、うまい。ジュニアを2回踏んで高いジャンプをしましたね。あ、雨が降ってきましたので、あと20秒ほどでクッパが到着します。その間に、ギガベルの前に行って、あ、ちょうどいい、ちょうどいいですね。ここで、いや、うまいな、ルート構築がすごいですね。本番に合わせて、そう、クッパです。4回目のクッパになりますね。そう、本番に合わせてちゃんとリカバリ考えてるの、すごいですね。すごいですよね。何通りも多分用意してたんだと思います、この日のために。さあ、ここ柱を2回当てることで、またサクサクと倒していきます。はい、Okay, so right here we're in a really weird situation with my shine count. So I'm gonna have to. そうですね、もう終盤ですね。40枚集めてしまったので。で、4回目のクッパの後は確定で、クッパの出勤時間になりますので、指定の場所に急ぎますかね。これですね、このフューリーブロックというのが、クッパの炎じゃないと壊せないブロックですね。そして、クッパはマリオの位置に依存して出現するので、うまくいい位置に呼び出します。あ、いいところに出ましたね。出待ちしまして、クッパの炎を入ってもらいます。はい、中には社員が1個あります。なところに次どうするのかな。リカバリールートが全然わからない。あ、それ行くんだ。チョロボンを食べていますね。これはパックをこう掴みながらこう食べてもらう、結構面白いステージとなってますね。こう運びながらパクパクと勝手に食べてくれるので、いや、でもちょっと道が狭いんでね、結構ミスしがちなステージなんですが、ブロックも消えてしまいますし、結構焦らされる、急かされるんですが、うん、無事クリア。はい、ね、難なくいきましたね。うまい。パクパクですわ。用済みだ。もう用済みになったパックンはさっさとポイしましょう。用で捨てましたね。もういらないんで。どうするのかな、ルート。あ、そういくのか。なるほど。またプレッシーリングを。変わりますね。で、シャインの数が現在46ですが、47個目になってから、ずっとフューリークッパの状態になります。雨がずっと降ってる形になりますね。その間に、そうですね、取ってなかったフューリーブロックがいくつかあるので、あ、うまっ。え、ちょうどそこに
くるんですね。なるほど。あ、ぴょんぴょんしてる。早く早く壊してよって。早く早く急いでるんだからと言わんばかりの。お、いいですね。壊していただいて、ぴょんぴょんするんじゃん。はい。あと2回ですね。あと危ない。ああ、危ない危ない危ない。炎に巻かれそうになりましたが、一応左下にですね、アイテムがストックされていまして、一応ダメージを食らっても即猫マリオに復帰できる状態にはなっています。お、そうです。ここでまたクッパを誘導して、うまいこと、ブロックの前で炎を吐かせてますね。うまい。おー、すごい。Only one more shine. Yeah. え、ラスパは一回、もう一個ですね。お、もう49個。もう一回吐きますかね、すぐ。炎を。ここで入ってくれるとありがたい。お、いいですね。影に隠れて、やり過ごしました。さあ、ラスト、早いな。あっという間ですね。ここまで30分か、30。まあ、ちょっとお楽しみにしておきましょうか。何分に終わるかは。最後の、クッパ戦に入ります。ケフスクッパですね、5回目。5回目も特に、攻撃手段は変わってないので、また柱をぶつける作業になります。ポイッと投げて、柱の上に着地して、うまいこともう一回、引っかいて、吹っ飛んだところでまた柱を掴んで、もう一回引っかきに行きますね。うまい。このルートが黄金ルートですね。さあ、ラストバトル。ギガ猫、ギガベルをすべて、奪ってしまいます。自分のものにしようとして、奪い去ってしまいますので、プレッシックと一緒に取り返していこうという、ラスボス戦になっています。これ結構ね、面白いんですよ。クッパに体当たりすることで、取り返すことができるのですが、このジャンプ台を使って、端っこにチャンと当てる、うまい。これを倒れたところギリギリと当てることによって、間に合う。これ、間に合わないんですよ、本来。間に合わないところを無理やり、こう、うまい。さあ、連続で当てていく。本来はこう、クッパどっか行っちゃうんですけど、どっか行く前に、じじい、ここでタイマーストップですね。はぁ、うまい。本番で決めてきました。3点だということで、うまいですね。早い。早い。一瞬でしたね。あ、32分切った。早いですね。すごい。私の自己ベストが34分なので、負けちゃいましたね。おお世界トップ走者ですね。あ、マジ。トップ走者ですね。決めてきました。しかもなんか2回ぐらいルート変更しても、いや、3回かな。3回ルート変更しましたね、多分。で、この記録ですから。めちゃめちゃ早いですね。恐ろしい。すごいです。最後のクッパ戦なんですけど、そう、スレッスレで当たることによって、こう、クッパの距離を縮めまして、ギリギリ当たる距離にするという感じですね。あ、すいません。ここでちょっとストーリーの解説をしたいんですが、ここで、ジュニアのステッキ、なんか筆を持ってましたね。絵の具付きのステッキ。これでなんか悪さしてしまって、クッパに、ロイの絵の具を塗ってしまったらこう、なぜか暴走してしまって、それをちょっとね、どうしようってことで、マリオにね、助けを求める形で、ストーリーが展開していました。して目覚めたクッパは記憶がないので、なぜかマリオを襲おうとしますが、クッパジェニアを必死にちょっとね、止めています。で、クッパジェニアは、これを言いたげなんですが、ちょっと、まあ、いつもの敵なので、ちょっとまあ、今度は戦いに来るからな、みたいなニュアンスですかね。なんか、
まあ、助けてもらったお礼をしたいんだけど、クッパジュニアなりの、なんか照れっていうんですかね。ツンデレというか、はい。というところがありまして、乗っていた場所は巨大なプレスティックの上ということでした。はい。面白いですね。最後、ギガベルを全部プレスティックが取ってしまったので、なってしまいました。あ、エンディングですね。ここで、はい、クッパジュニアの独創的な絵が見れます。ということで、はい、終わってしまいました。早い。はい、気がついたので、はい、じゃあ最後に何か宣伝等もしあればお願いします。はい、ですね、RTA in V Streamers Volume 2というですね、VTuber の、RTA 大会をですね、運営しておりまして、そちら7月18日日曜日の13時から22時まで、やっておりますので、リレー形式でね、やっておりますよね。よかったら見てみてください。はい、ツイッターの方でチェックしていただきたいんですが、URL の方、コメント欄に載せていただければと思います。はい。今、こちらにあります、各種ツイッターアカウントですね。あ、それではもう一度お借りします、ね。はい。はい、こちらです。はい、ありがとうございます。はい、はい、私 VTuber もやっておりまして、よかったら、はい、ぜひぜひお願いします。すいません、ちょっと、あ、いいえ、その前です。はい、ありがとうございます。はい、では、はい、こちらで、はい、以上、スーパーマリオ 3D ワールドヒューリーワールドでした。解説のテレミさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、はい、次の準備してまいりますので少々お待ちください。はい、失礼します。To Doctors Without Borders. And we also have some amazing love coming in for Fur, a $5 donation from Chibi Shala that said, had to donate for the bus and for Fur managing to continue playing with it on his head. Good luck with the run. And that was a remarkable run indeed. You're going to want to hang out here because we are getting ready for Mario Kart 64, which is another remarkable run. Maybe take a second, refill your water, get a stretch break in, and we'll be back in just a moment. All right, everyone, welcome back to